はい、ズキです。本日はこちらキングジムさんからお貸し出しを受けた商品をご紹介したいと思います。キングジムさんというとファイルやテプラが有名だと思いますが、私としてはこちらですね、このポメラ、デジタル入力ツールであるポメラが大好きで、これまで数台購入しています。そんなキングジムさんが新たに世に出す新商品はクラウドファンディングサイト幕開けに起案されて、目標金額500万円に対し1100選、はい、なんと6000万円応援されたというデジタルノートフリーノです。早速実況を見ていきましょう。今回は開封編として気になる7つの商品特徴をチェックしつつ、次回少し使ってみてその使用感レビューをお届けしたいと思っています。なお、私がお貸し出しいただいている実機はテストモデルということで、製品版とは異なる可能性があり、今後さまざまなチューニングが行われる予定とのことでしたので、ご留意ください。ガムテープがいいですよね。おお、すす、はい、来ました。よいしょ。はいはいはい、もうね、ちゃんとした製品って感じですけども、はい、これがパッケージです。なんかね、シンプルでいいですよね。デジタルノートフリーの FRN10 です。はい、サンプルとなっていますね。カラーマットベージュ、裏面には商品特徴が書かれています。それでは開封。はい、来ました。あ、軽いですね。思ったより軽いです。デジタルノートブックフリーの、ペリ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 。本体は一旦置いといて、同梱物はクイックスタートガイド、デジタルペン、そして替え芯が3つと芯抜き、 USB Type-C ケーブル。同梱物については以上の通りです。それでは実機を見ていきましょう。底面にマイクロ USB Type-C ポート、そしてマイクロ SD カードスロット、この穴はリセットボタンのようです。正面右上に LED ランプ、赤で充電中、緑で充電完了、緑点滅で起動中。本体右上に電源ボタン、そしてこれはフロントライトボタンとのことです。左側面には何もありません。背面にカメラはありません。それでは電源オン、はい、起動中ですね。はい、来ました。ノート、ドキュメント、カレンダー、ツールズと出ています。しっかり今の時間16時49分と時間も合っています。それでは書き初めをしたいと思います。ノートの縦書きでいきましょうか。はい、いろいろツールバーがあって、この辺にアンドゥとかですね、機能がありますね。ノート1となっています。非常に滑らかで書きやすいですね。はい、どうでしょうか。遅延は少しある感じでしょうかね。このあたりはもしかしたら製品版でさらにブラッシュアップしてくるかもしれません。あ、でもしっかり追従してるか。これが取り消しかな。これがリフレッシュですね。これで削除。デジタルノートというと、これまで私も他社さんのものを使ったことがありますが、7年ぐらい前のお話なので、そこからどの程度進化しているのかとても気になります。それではキングジムフリーノの商品特徴を見ていきましょう。思うがままに好きなだけこの一冊に、デジタルノートフリーノ。本体重量はペンを含めて 240g で、紙のノート 15kg 分の情報量がこれ一冊に収まるとしています。 PDF などの各データファイルはドロップボックスで同期可能。機能としてはノート機能以外にもドキュメント機能、カレンダー機能を内蔵。キングジムさんは新規プロジェクトでよくクラウドファンディングを利用しているイメージがあるんですが、支援者からの意見を吸収しつつ新製品のブラッシュアップをしていきたいという意向があるようです。例えば USB コネクタの形状をマイクロ B からタイプ C に変更したり、本体のメモリ容量、ストレージを 8GB から 32GB に変更したり、
動作速度向上のため CPU と RAM 容量の変更をしたり、はい、今ねスリープモードに入りました。 OS バージョン Android なんですね。 Android OS のバージョンを4から8に変更したりと、かなり大きな変更、ブラッシュアップがなされています。紙の不満を解決するとありますが、どのように解決しようとしているのでしょうか。商品の詳しい特徴とともに見ていきます。特徴その1、文房具の質感。デジタル機器でありながらも文房具らしい親しみのあるノートへのこだわり。本体色は日常に溶け込むナチュラルなマットベージュを選定し、専用カバーは素材にクラフトペーパーを採用。心地の良い手触りと使うほどに馴染んでくる経年変化を楽しめるとしています。こういったデジタルガジェットの所有満足感というのは非常に大事だと思います。特徴その2、紙のように見やすい電子ペーパーを採用。画面には e-link 社の電子ペーパーディスプレイを採用することで紙のように見やすくなっていて、スリープ時も画面に表示された内容がそのまま維持できるほか、カレンダーやお好みの画面を表示させることもでき、専用カバーはスタンド機能も備えているとのことです。はい、今ねスリープ状態に入っていますが、電源ボタンを押すと復帰するということですね。はい、今一度ペンの太さを変えて、これいこうか。お、確かに私が以前使っていた電子ノートは暗くて見づらく使いづらかったんですが、この電子ペーパーディスプレイは非常に見やすく感じます。設定から画面表示オートスリープですね。スリープ画像を選択すると、スリープ画面なのかカレンダーなのか現在の画面なのかが選択できます。これが今スリープ画面になったようです。もう一度電源オンで、はい、復帰しました。特徴その3、4096段階の筆圧検知でスムーズな書き心地を実現。デジタイザとデジタルペンは評価の高いワコム製を採用し、鉛筆やペンで紙に書いているようなスムーズで細やかな表現を実現しています。またデジタルペンは電池交換や充電は不要で、ペンの上部には消しゴム機能も搭載しており、ストレスフリーでお使いいただけます。この後ろの部分で、はい、消せるということですね。ペンに充電がいらないというのは嬉しい仕様です。特徴その4、軽量コンパクトで好きなだけ書ける。本体重量は約 240g、 内蔵メモリは約 13,000 ページ分のノートと約 1MB×2,000 ファイル分の PDF データが保存可能。これはアナログノートの400冊分以上となるそうです。このあたりはデジタルガジェットならではの仕様ではないでしょうか。そしてフロントライト搭載で暗いところや野外でも利用可能。日光の下や逆に寝る前の暗い環境でも使えるのは結構大事だと思います。特徴その5、豊富なフォーマットと検索機能で効率アップ。フォーマットというのはノートの背景のことですね。縦横の表示でそれぞれ12種類、自作のフォーマットは最大で4種類追加可能で、ページごとにフォーマットを変更でき、保存したノートはタイトルやタグなどで検索ができるので、このあたりが先ほどのデータ量という点と合わせてデジタル化のメリットだと思います。特徴その6、冒頭でも触れましたがノート、ドキュメント、カレンダーの3つの機能があって PDF にも手書き入力が可能となっています。特徴その7、データ連携。こちらも冒頭で触れた通り無線 LAN 内蔵でオンラインストレージサービスのドロップボックスとデータ共有が可能なほか、USB ケーブルやマイクロ SD カードでのデータのやり取りが可能になっています。私もドロップボックスの多分プロだったと思うんですけども契約しているので、これは本当にありがたい機能です。将来的には Google ドライブや OneDrive、 iCloud は難しいかもしれませんが、その他のストレージサービスとも連携できればより喜ばれるのではないでしょうか。以上の特徴から紙の不満を解決するという命題に対しては、データ量、データ検索、データ同期、量、検索、同期という点で紙の不便を解決する商品、デジタルガジェットと言えそうです。幕開けのプロジェクトページにはプロジェクト担当の方とデザイナーさんの家族写真のような写真も掲載されています。9年前から企画してたんですね。当時はまだ電子ペーパーの描画速度が満足できずとあるので、やはりここ最近の技術革新が大きいようです。手書きの方が直感で情報を整理できたり、
書いた内容を見返すことでその時の記憶が蘇るなど、アナログならではの良さとありますが同感です。もちろんキーボード入力の方が入力は早いですが、手で書くというのはアイデア出しなどに最適だと思います。製品仕様をチェックします。画面サイズは 6.8 インチ、 138.24×103.68mm、 電子ペーパーディスプレイ16階調グレースケール、解像度は 1440×1080.265dpi、 タッチパネルは電磁誘導方式と静電容量方式を併用、フロントライトは明るさのほか色温度の調整も可能、無線 LAN は 11BGN2.4GHz に対応、電源はリチウムイオン充電池、電池寿命は約7日とありますが、ノートの記入1日15分間、PDF の閲覧1日30分間でおおよそ1時間使用した場合とあるので、連続7時間というイメージでしょうか。実質3日間ぐらいということですかね。本体サイズは 132×175×9.8mm、 対応記録メディア、外部ストレージはマイクロ SDHC 最大 32GB まで対応、保存形式はノート、PNG、PDF、 リターン一覧とありますが、すでにこのプロジェクト自体は成功裏に終わっているので、今から支援してリターン、つまり商品を受け取ることはできませんが、本体色は単一でカバーが3色、ブラウン、グレー、ブラックと用意されています。実行者紹介ということで、キングジムさん、ファイルと電子武具を核とした情報整理用品のメーカー、独創的な商品を開発し、新たな文化の創造をもって社会に貢献するとあります。本当に枯れた技術の水平思考ではないんですけども、常に独創的なアイデアで我々ビジネスマンの仕事効率を高めてくれる私の大好きな企業さんです。一応幕開けで支援された方、応援購入された方は4月末に商品が届く予定とのことですが、世界的な諸事情により一般販売は遅れる可能性もあるようです。一般販売の時期や価格についてはできたら次回のちょっと使ってみた編でお知らせできればと思います。私自身久しぶりに使う電子ノートなので、カバーしきれない部分もあると思いますので、試してほしいことなどがあればぜひコメント欄までお願いします。チャンネル登録もお願いします。ということで、このチャンネルでは主にスマートフォンを中心とした様々なガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時半からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間が合う方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。